町田圭吾。そして素晴らしいサクソフォンセクションに大きな拍手を。雑貨私も取らせていただきました。ありがとうございました。ご参加ランディーというドリキもお届けいたしました。はい、唯一のカウントベーシー以外の取り組みはですね、これで終了となります。あとはひたすらカウントベーシー病の取り組みを疾走してまいります。続きましてお届けする取り組み、いっちゃっていいですか。はい、カウントベーシービアの取り組み、これもですね、1950年代、60年代でよくやられた取り組みでございます。スタンダードナンバーですね、バードランドというライブハウスがあるんですけど、そこの、名前も入っています。バードランドのコモリ、ララバイオブバーブランド。